皆さんこんにちは、映像学区へようこそ。ゆっくりボイスで、動画やデザインについて喋ります。後付けの動画編集を勉強するとき、これは例えばテロップをつけたいようなとき、皆さんが出会うチュートリアルの多くは、凝ったオブジェクト一つを作ることも多いでしょう。しかしこれは、テキストを出すタイミング、構図は余裕で理解している、というのが前提条件になっていて、うっかり初心者が、間違った動画のデザインをしていた場合、なぜかうまくいかない現象の原因になりかねないのです。そこで今回は、チュートリアル以前の、二つのコツ、について触れたいと思います。なおこの動画は、ロイヤリティフリー BGM、効果音の、オーディオストック、の提供でお送りします。普段より短い動画です。コツはたったの二つですから。紙芝居の例え、1カット2構図は1つ。動画を作る、となると妙に意気込んでしまいますが、日常的な動画くらいのライトな編集であれば、動画も紙芝居のようなものだと思います。つまり、下手に動かそうなどと意気込まなくていい。背景で実写が動いているとして、多くの1カット1カットで、出てくる素材やエフェクトと、構図は基本固定されています。むやみにバラバラに出てくるものではない。タイムラインを見てみましょう。その構造は入れ替わり立ち替わりで複雑ですが、そうは言っても、秩序を失っていいものではありません。ある程度統一感のある編集を頑張ると、ここからここまで一つの構図、ここからここまで一つの構図、という風に、下手に割り込むエフェクトオブジェクトを避けたくなります。そして動きすぎることもなくなるのです。結果として動画ではあるけれど、画面のデザインは紙芝居並みのスローペースで展開されるし、毎秒目まぐるしく変えるんだ、と決めつけないのがおすすめです。動画って大体に要素、背景を邪魔しちゃ意味ない。次のポイントは、動画は背景、プラス手前でできているよということです。背景に当たるのが、実写でいう人物が喋る素材、あとはゲーム実況でいう、プレイキャプチャ画面に当たります。手前というのは、飾りのテキストエフェクトを指します。これらを背景より奥のレイヤーに置くことはありません。うぷ主がずっといろんな動画にチャレンジしてきて、背景が中途半端になる動画は、大体ミスる、という経験をしました。もうちょっと具体的に行きましょう。テキストは読めるくらいのサイズで十分なのに、プレビューサイズを勘違いしたために、動画初心者のテキストが明らかに大きすぎてしまう、っていうのは以前の動画で指摘しました。なんで中途半端に大きいテキストが微妙になるかといえば、それは背景に来るであろう、メインの映像を邪魔するからです。テキストに限った話ではありません。上下のクロップが、いくらシネマティックでエモかったとしても、背景の構図を破壊してしまっては、元も子もありません。構図として成り立つラインを見極めると、より良くなります。パワーポイントで資料を作るとき、参考文献のテキストで内容を邪魔する人はいません。先ほどもあった通り、静止画でも動画でも原則やることは同じです。紙芝居を一枚一枚作るようにデザインし、背景を邪魔しない努力をしてみるとうまくいきます。これは動画のコミュニティの中で、素材がいいみたいな言葉が飛び交っていたら、同じことを指すと思います。このクリエイターうまいな、って思う人の動画を、自分のタイムラインに試しに当ててみると、背景を隠してしまう要素は、最低限に抑えられていることも多いと気づきます。まあこれはうぷ主の主観も入っていますけれど。今日はここまで。さて、次回は何について、話そうかしら。